こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がハードオフで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。この前紹介したものの動作確認ね。ああ、今回はこの前紹介したこれらのもののうち、SFC 互換機のスーパープレイコンピューターの動作確認をするぜ。で、これも購入品紹介の時にあんまり詳しく見なかったので先にざっと外観眺めておきますと、上面はこんな感じで電源スイッチとリセットボタンにカートリッジスロットがついていて、カートリッジスロットは本物のスーファミよりも結構大きめなので海外版スーファミの SNES 用のカセットも変換アダプターかませなくてもそのまま刺さるらしいです。そういえば購入品紹介の時になんかそんなこと言ってたわね。まあ残念ながらうぷ主家には SNES カートリッジ1本もないのでそこは試せないけどな。てかあれだな、本体の形状も SNES 風だし。スーファミ互換機ってよりはもともと海外で SNES 互換機として作られたものを日本向けにパッケージや説明書を変えて販売してるって感じなのかもな。そうなのかもね。まああくまでうぷ主の勝手な予想なので最初から日本向けに作られたものかもしれないしこの辺は適当に聞き流していただければと思います。でお次は本体正面で、こちらはコントローラーの接続端子が2つと、写真だとちょっとわかりづらいですが左の方に電源ランプがついてました。あれよね、スーファミの互換機って大体本物のスーファミのコントローラーの接続端子と一緒よね。そうだな。レトロフリークなんかみたいな互換機は別として、スーファミの互換機だと逆にこれ以外の端子のやつってあるのかなってくらい他の形状の端子は見ない気がするよな。てかまあそれ言ったらファミコンの互換機のコントローラーの接続端子も D サブ9ピン以外はあんま見ない気がするけど。まあとにかく正面はこんな感じで、側面がこんな感じで、背面はアダプターつなぐ DC インと AV アウトって感じです。映像は S 端子出力もできるのね。ああ、箱には特に S 端子出力できるとは書いてなかったからちょっと得した気分です。って思ったんだけどなんか説明書に一文書いてあったのでもしかしたら端子はついてるけど使えない可能性もありそうです。ほんとだ、S 端子使用しませんって書いてあるわね。まあ付属品に S 端子のケーブルが含まれてないからそう書かれてるだけな気もするから多分普通に S 端子でも出力できるとは思うけどな。そういえばこれ AV ケーブルとアダプター欠品だったのよね。AV ケーブルは汎用品で良さそうだけどアダプターはどうするのよ。そこはネットで調べてみたらセンターマイナスの 10V、600mAらしいので、うぷ主が普段使ってるファミコン、スーファミ用の互換品アダプターがそのまま使えるから問題ないっす。ならよかったわね。で最後裏面ですが、裏面にはゴム足4つに通気口と、あとは発売元の名前や住所などが書かれたシールが貼られていました。ピーナッツクラブってどこかで聞いたことあるわね。あれだな、よくプライズ品系のゲーム機なんかやその他アミューズメント系の商品なんかを販売してる会社だな。ってことはこれもプライズ品？どうなんだろうな、ファミコン互換機なんかだとプライズ向けにピーナッツクラブから販売されてるものもあるっぽいけど、これは結構ちゃんとした作りになってるし、流通してる価格帯的にさすがに違うんじゃないかな、プライズ品だけ販売してる会社ってわけでもなさそうだし、クレーンゲームなんかの景品にしてるところもあるはあるだろうけど、とりあえずその辺のことはあくまで憶測に過ぎないので気になる方は各自でお調べいただければと思います。投げたわね、だって結構調べたんだけどうぷ主にはその辺はっきりとはわかんなかったんだから仕方ないやんけこのハゲー。ハゲは関係ないでしょ、てかハゲてないし。まあとにかく本体の外観はざっとこんな感じでした。ってことでお次はコントローラーの方ざっと見ていきましょう。コントローラーのパッと見は本物のスーファミのコントローラーと結構似てる感じですが、見比べてみるとこんな感じで結構違います。ほんとだ、ボタンの色や配置の仕方がちょっと違うわね。ああ、ボタンの配置はこれだとプレイするゲームによってはちょっと押しづらそうだな。確かに B でジャンプで Y で攻撃って感じのゲームなんかだと斜めになってないとちょっと辛そうね。あと方向キーもなんかグリグリする感じのやつなのでこの辺もまた好みが分かれそうな感じするな。この前のファミコン野郎のコントローラーと似たタイプのやつね。あ、あと LR も妙に高さがあって純正のやつに比べると押し心地微妙な感じでした。で一応コントローラーの裏面です。なんかあれね、コントローラーは全体的にちょっとチープな感じするわね。まあコントローラーに関しては使いづらかったら純正のやつでやればいいだけだから大した問題じゃないっす。ってことでとりあえずこれで本体もコントローラーも大体眺められたので、そろそろもろもろセッティングして動作確認してみます。ってなわけでスイッチオンです。なんか片側からしか音が出てないわよ。ああそれはこれのせいです。
直にコンポジットでキャプチャーするより画質ちょっと良くなるから、今回はこいつでコンポジットの映像と左右の音声をスカート2 HDMI コンバーターに繋いでキャプチャーしたんだけど、もともと調子悪かった赤い RCA 端子の方が一切入力を受け付けなくなりました。ついに壊れたわけね。ああ、後でテスター使って調べたらどうやらインとアウトを切り替えるスイッチ部分がお亡くなりになったっぽいです。でまあ片側からしか音声入力なくても、テレビからは片側の音が左右のスピーカーから出ちゃってたので、PC にデータ持ってくるまで気づかずこのまま続けてしまいました。まあ編集時に音声をモノラル化しちゃえば一応両側から音出るんだけど、音声に関しては後でちゃんとステレオで音出てる状態でキャプチャーし直すつもりなので一旦このまま行きます。なんかグダグダな感じね。でまあとりあえずちゃんとゲームできてるわけなんですが、コントローラーの方向キーはそこまで悪くはない感じなんですが、その他のボタンは純正のコントローラーの感覚とだいぶ違うのでやっぱ押しづらいっす。コントローラーに関してはやっぱちょっと使いづらいってことね。まあ好みの問題もあるだろうから一概にダメとは言えないけど、少なくともウプ主には合わなかったです。ってことでここからは後日キャプチャー環境を変えて取り直したついでに純正コントローラー挿してプレイしてみた映像になります。その日じゃなくて後日取り直したのね。編集時に片側からしか音出てないことに気づいて先ほど慌てて取り直したところです。そうですか。でキャプチャー環境変えたら今度はちょっと映像の方が暗めに映ってしまってますが、先ほどとは違いしっかりとステレオで音が出ております。互換機本体自体は問題ないってことね。ああコントローラーも純正品に差し替えたから普通に快適にプレイできております。一応しばらくこのままプレイしてみたけど、特におかしなところもなくちゃんと使える互換機って感じがします。ならよかったわね。まあ今回はそんなにソフト試さなかったし互換性がどの程度なのかはわかんないけどな。とりあえずこれもレトロビットの16ビットコレクションは普通に使えました。で一応 S 端子でも使えるかも試してみました。 S 端子でもちゃんと映ってるみたいだけど、なんか妙に明るく映ってない。ああそれは S 端子の映像は PC でキャプチャーしたので設定の問題です。一応設定軽くいじって調節したのがこちらです。まだ若干画面白っぽい気がするけど、まあやっぱ S 端子の方が綺麗に映ってるわね。ああキャプチャーソフトの設定をもうちょっと詰めればもっと綺麗に映せるんだけど、とりあえずはこれくらいでご勘弁ください。ちなみにテレビに直に S 端子で繋いだ場合は問題なくいい感じに映ってました。普通に S 端子でも出力できるってことね。ああやっぱ説明書に S 端子は使わないって書いてあったのは単純に S 端子ケーブルが付属されてないからってだけだったっぽいな。ってことで動作確認とは関係ないところでいろいろ手間取ってちょっとグダグダな感じになってしまいましたが、ジャンクで買ったスーパープレイコンピューター自体は特に不具合もなくちゃんと使えることがわかりました。でまあせっかく編集時にもろもろ準備し直したので、もうちょっとだけ何本かソフト試してみます。まずはスーパー FX チップの乗ってるスターフォックスです。スターフォックスはこの通りちゃんと起動できて、とりあえず一面クリアするくらいまでプレイしてみましたが、特におかしなところはなさそうでした。でお次もスーパー FX チップの乗ってるヨッシーアイランドを試してみました。でヨッシーアイランドもちゃんと起動できて、これもちょろっと遊んだ感じは問題なさそうでした。スーパー FX チップのソフトはこれでも普通にプレイできるってことね。まあスターフォックスとヨッシーアイランドをちょこっとプレイした限りではだけどな。もっと進めたらなんか変なとこあるかもしれないし、その他の FX チップ系のソフトがどうなのかはわかりません。じゃあ次はカプコンの特殊チップが乗ってるロックマン X3 を試してみます。でロックマン X3 もちゃんと起動できまして、普通にプレイもできました。これも問題なさそうね。じゃあ次行きます。次はマリオカートで、マリオカートには DSP1 ってチップが乗ってるらしいです。へえ、マリオカートも特殊チップが乗ってたのね。スーファミの特殊チップについてはウィキペディアさんのスーパーファミコンの特殊チップのページにまとめられてるので、そちらをご参照ください。でまあマリオカートも問題なさそうだったので次行きます。次は DSP2 ってチップが乗ってるダンジョンマスターです。ウィキペディアさんによりますと DSP2 ってチップはダンジョンマスターのみで採用されたチップって書かれてたので、これはどうかなって思ったんですが、ちょろっと動かした感じだとこれも大丈夫そうな気がします。じゃあ次行きます。次は SAH ってチップが乗った星のカービィスーパーデラックスを試してみたんですが、これは起動できませんでした。ソフトがダメになってるとかじゃなくて、
その可能性も考えてスーファミ実機にも挿してみたんですが、スーファミ実機だと普通に一発で起動したので多分スーパープレイコンピューターだと星のカービィスーパーデラックスは起動できないソフトなんじゃないかと思います。まあやっぱ互換機だとどうしても起動できないソフトも出てくるわよね。ちなみにこの後同じく SAH ってチップが乗ったスーパーマリオ RPG も試してみたんですが、そちらもスーパープレイコンピューターでは起動できなかったので、なんとなくスーパープレイコンピューターは SAH の乗ったソフトは他もダメそうな気がします。なるほどね。まあ全部試したわけじゃないからあくまで憶測に過ぎないけどな。じゃあ次行きます。お次は SDD1 ってチップの乗ったストゼロ2を試してみました。でこれは問題なくプレイできました。てかなんだかんだで結構いろいろ試したのね。まあせっかく編集時にセッティングし直したから特殊チップ系のソフトだけは今のうちにそれなりにチェックしちゃおうかなと。じゃあ次行きます。次は SPC7110 ってチップが乗った桃太郎伝説ハッピーを試してみました。これもちょろっとプレイした感じは特に問題なさそうでした。でまあ今回はとりあえずこれくらいにしておきました。 SAH ってチップが乗ったやつ以外は特に問題なさそうだったわね。まあ全部試したわけじゃないから何とも言えないところあるけど、一部を除いて特殊チップの乗ったソフトもそれなりに動く互換機ってことだな。あとスーパーゲームボーイも試しに使ってみたんですが、スーパーゲームボーイは一応使いはするものの、なんか常にチラチラしとりました。いやなんでテレビ画面直撮りなのよ。それはいろいろ片付け始めてから途中で思いついて試したからです。そうですか。あとソフトによってはなんか音がおかしくなってたやつもあったので、スーパーゲームボーイをメインで使いたい場合はこの互換機はやめといた方が良さそうです。ってなわけでざっくりとでしたが、スーファミ互換機のスーパープレイコンピューターの動作確認としてはこんな感じでした。実機にはかなわないけどそこそこ使えそうな互換機ってところかしらね。そうだな。ウプ主は試せてないけどカートリッジスロットが大きいから SNES ソフトもそのまま刺さるらしいし、アダプターと AV ケーブルは欠品だったけど540円って購入価格を考えれば十分お買い得品だったんじゃないかと思います。といったところで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.